マイプロジェクト TV の伊藤健です。自己主張って難しい。強く伝えすぎてもダメだし、かといって弱いと自分の意見を押し殺してしまったりね。人の意思の裏には案外プライドみたいなものがあるからややこしい。ぶつかり合う埼玉のプライド、群馬のプライド、栃木のプライドとかね。そこで今日は群馬と栃木と埼玉を同時に体験できる場所にやってきました。人たちがいる中ね、足ぐぎっつって心配してくださった皆さん、お見苦しいところね、大変失礼いたしました。それはそうと、県民性ってよく言われますが、僕の田舎もね、割と富山のこう割と端っこ県境の方なんで、僕自身ね、富山の県民性って言われてもあまりピンとこなかったりします。3つの県境のエリアだと余計県民性ってのも薄れてんのかな。時々さ、北関東エリアでなんかこう覇権争いが起こったりするじゃないですか。群馬と栃木を一緒にすんなとか、埼玉だってこれといった特徴ねえじゃねえかとか。別にね、お互い違ってたっていいじゃない。文化の違いからね、それが変な習慣だとこう否定することは相手の個性を否定することにつながるわけです。そこで今日はアサーションをご紹介します。アサーションとは自分のことも相手のことも大切にする自己表現テクニックのこと。群馬らしく、埼玉らしく、栃木らしくね、自分が自分らしくいたっていいのよ。国連世界人権宣言では、全ての人は意見を持ち、それを表明する自由に対する権利を有するとあります。要するに、誰もが自分らしくあっていいわけ。誰もが自分の気持ちや考えを表現していいっていうことだ。会社とか学校とかでさ、自分の意見を押し殺してしまうときあるじゃない。自分を抑えてね、結果的に相手の意見を聞き入れるしかないみたいなね。ストレスたまる。部下に物事をお願いしたいけど、こう弱みみたいなものを見せたくないから命令口調にね、ついついなっちゃうとか。いつも偉そうにしやがって。できるやつはアサーションを使って相手の意見を尊重しつつ、自分の意見もはっきりと伝えるわけ。私はこう思うんだけど、あなたの意見も聞かせてとかね。今は忙しいのでお手伝いできませんが、後でならできますよとかね。よくね、相手のことを大事にすべきとかね、言われますけれども、そのせいでね、自分にストレス溜まっちゃったら意味がないわけですよ。相手のことを大事にするのと同じくらい自分のことを大事にしたっていいんです。そしてアサーションを語るときによく一緒に取り上げられるテクニックがデスク法。これは客観的な事実を話して、共感したり自分の気持ちを伝えて、打開策を示して選択肢を与えるような話術のこと。お医者さんに薬の量を減らしてほしいとき、今たくさん薬を処方していただいてますが、とても体の調子がいいので薬の量を減らしてほしいんですがどうでしょうかとか、遅刻ばかりの後輩に、このところ遅刻が続いてるけどみんな心配してるよ、体調を悪くしてないか、しばらくは無理せずに午後出社にしてみてはどうとかね。途中このEをすっ飛ばすと唐突な言い方になっちゃうので気をつけたいのと、結論のCをね、先に決めて逆算的にDやらEやらSを構成するといいと言われています。人間関係に波風を立てないのも一つのテクニックですが、それが相手のため、組織のため、そして何よりも自分のためになっていないのであれば、アサーションを使って自分の考えや気持ちを上手に伝えてみるといいかもしれません。ということで今日のおさらいです。アサーションとは自分のことを自由に表現し、相手のことも大切にする自己表現手法のこと。日常のコミュニケーションからできるやつは無意識にアサーションしまくっている。ちなみにアサーションはこう異なる意見をこう説得したりとか、問題そのものを解決するようなテクニックじゃないんです。あくまで異なる意見とかね、個性がぶつかり合った時に面倒くさいことにならないようにするコミュニケーションのテクニック。ちょっとね、難しそうですけど、まず心からね、相手の意見をリスペクトする、自分の意見も同じくらい大事にすること、最初はね、ここら辺からやってみるといいかもしれません。チャンネル登録よろしくお願いします。